名古屋丸は、石原産業海運、南洋海運が運行していた、貨客船。同系船に、清ホール丸がある。太平洋戦争では、日本海軍に徴用されて、特設潜水母艦、特設航空機運搬艦として運用された。1920年、石原博一郎によって、南洋工業が設立される。後に、石原産業となる、この会社は、 マレー半島バトゥパハやオランダ領東インド地域からの鉄鉱石輸入事業を行っていたが、当初は要船により日本へと運搬していた。1929年に社名を石原産業海運と改め海運業を開始することとなった。川崎汽船や国際汽船などから貨物船を購入して大工事の空船状態を利用し、日本からラインへの貨物輸送を行う。 また、昭和金融強行で休業に陥った台湾銀行から経営を移植された倉庫業も手掛ける。2年後の1931年3月16日からは定期航路事業に参入し、本格的な価格船2隻の建造を計画する。こうして建造されたのが名古屋丸と清ホール丸である。 名古屋丸は1932年8月5日に三菱重工業長崎造船所で竣工し、直ちにライン航路に就航した。しかし、名古屋丸と清ホール丸の就航は日本のみならず、ライン方面の海運業にさらなる波紋を投げかける結果となった。もともとライン方面の航路は1914年設立の南洋優先が、 神戸港とスラバヤ間の命令航路を受領しており、1916年には大阪商船が台湾とランイン間の命令航路を受領し、1918年には日本郵船も軽かった航路の寄港地にランイン諸港への寄港を開始。さらに、オランダの船会社ジャワチャイナジャパンラインが1903年以来航路を開設しており、この4社間での運賃競争が激しかった。 競争の鎮静化のため1921年にカルテルを締結して競争は一旦は収まった。石原産業海運の割り込みはそういった競争の鎮静している時に起こった。カルテルに加わっていないため運賃を1割から2割も安く設定することができ新たに投入された名古屋丸と清ホール丸もカルテル加盟各社の価格線より 割安な運賃で乗船することができた。運賃面で不利となる南洋優先、大阪商船、日本優先と JCJL は慌てて石原産業海運をカルテル内に引き込もうと再三にわたって催促し、1933年には日本政府の圧戦で一度はカルテルに加わった石原産業海運ではあったが、カルテル内で独自行動を引き続き取っていたことが、 JCJL の反発を招き、ついには、会社の枠を飛び越えて、日蘭間の国際構想に発展してしまった。そこで、日本政府の圧戦により、1935年7月15日に、国策会社である、南洋海運を設立し、日本郵船大阪商船、南洋郵船を呼び、石原産業海運から航路と所有船を、現物出資させて、 事態の沈静化を図ることとなった。名古屋丸と、清志ホール丸も、南洋海運設立と同時に移籍し、引き続き、乱ン,ン航路に就航した。1941年1月20日付で、日本海軍に徴用され、3月1日付で、特設潜水母艦として入籍する。3月14日から4月9日まで、三菱重工業神戸造船所で、 特設潜水母艦としての偽装工事を終えた後、第四潜水船体に付属して、南方作戦に協力。1942年3月10日付で第四潜水船体が解体し、名古屋丸も間もなく4月10日付で、特設航空機運搬艦に類別変更された。類別変更後の、名古屋丸は、第11航空艦隊に編入され、タロア島、カビエン。 ラバウル方面などで行動した。1943年12月22日、名古屋丸は2隻の海軍徴用船、航海丸及び、霊洋丸と4222船団を構成し、駆逐艦、雷と、海防艦、福江の護衛を得て、横須賀港へ向けトラックを出港する。しかし、4222船団は12月31日夜から、アメリカ潜水艦。 ヘリングによる追跡と攻撃を受ける。12月31日夜のヘリングの最初の攻撃では、シドリ型水雷艇に魚雷を2本命中させて、撃沈したと判定された。年明けた1944年1月1日未明3時頃、ヘリングは北緯32度15分、統計138度02分。 北緯32.250度統計138.033度、32.250138.033の地点で2つの目標に対して、魚雷を発射し、この攻撃により、名古屋丸は沈没した。なお、名古屋丸は、この1月1日付で、特設運送船に類別変更されたが、名古屋丸が、特設運送船として行動した期間は、 官房機密伝の発信時刻から勘案すれば、わずか数時間だけだった。3月10日付で除籍及び開業。SS-233、3, USS ヘリングップ、102から103記載時間、名古屋丸の類別変更に関する官房機密伝の発信時刻は1月1日0時23分であるが、クレチンジュフがこれを受信したのは20時22分。 ありがとうございます。